どうもこんにちは。今日はですね、大王サソリの健一飼育16ヶ月目ということでですね、体重の方を測っていきたいと思います。で、まあ健一はですね、もう用意しております。手間取るんで、はい、入ってください。あー微妙ですね。前回の重さがちなみに 19g でございまして、今回の重さがですね 20g でございます。まあ、1g 増えたからといってな、これ成長したかどうかっていうのはまた微妙なところですね。でね、もう健一がですね、やばいぐらい元気なんですよ、本当に。もうね、絶賛活動中です、明るくても。で、ピンセットでちょっとつつこまならもうすごい攻撃性ですよ。こいつはめちゃくちゃ気性が荒い、本当に荒い、こいつマジで。で、まあ、どれくらいかというと、ピンセット、いや、ちょうどスプーンがあったんでね、まあ、スプーンでね、まあ、動きを見てもらえばと思います。あ、20g って書いておかないと忘れてしまうわ。まあ動画見たらいいんだけど、一応な、 20g と。はい、はいはいはい。これね、もうすごいですよ、本当に。ケージにいるときもうこんなもんじゃないですからね。ハサミをもうスパンスパンスパンとかってね、もう勢いよくこっちへですね、こう、もうこんなもんじゃないですからね。もう本当にものすごい勢いでですね、こっちへ襲ってきます。ハンドリングしようと思ったんだけど、ものすごく暴れるんで、ハンドリングもですね、この前やめました。いや、こいつやばいだろうっていうぐらい。で、ちなみにですね、もう飼育16ヶ月目になりましたけれども、あの、餌はかなり食べます。餌はかなり食べるけど脱皮しねえみたいな感じですね。脱皮をしない。で、こいつも実はケージを変えました。前回ですね、あの、アカメカブトトカゲを入れて、その後ヒョウモントカゲを入れていた、あのヒドラの30-30のゲージにですね、こちらのですね、ダイオサソリを入れております。まあ、ちょっとね、もうダイオサソリにとってはまあそれぐらいで十分と言われてるんでね、まあ、そちらにですね、移しました。プラスチックの方はですね、ちょっと割れちゃったんで、あれ割れてしまったので、ちょっとね、生態の飼育がちょっと大変になったので、やめました。で、ちょっとね、ダイオサソリのね、口元もですね、わあ、なんでこっち来る。はい、まあ、見せてあげたいけど、ちょっと角度的にはね、見せれないですね。で、相変わらずですね、こいつはですね、ナイトグローに反応してくれるので、青白く光ります。青白いっていうかですね、どちらかというと薄紫色ですね。で、あちらですね、今チャチャがいます。このケージにですね、ダイオサソリの方を入れております。ちょっとね、出すのが大変なんで上から出してますけれども、健一の方はですね、非常に元気でですね、問題なく成長しておりますね。これ見えるかな、ちょっと見えにくいですね、やっぱり。はい、まあこれがですね、いわゆるサソリの口ってやつですね。これ、このふさふさがあるところ。まあね、サソリについて特に話すこともないんですけれどもね。で、湿度、結構ね、皆さん湿度で、ね、気にされてるかと思いますけれども、うちのですね、現状ですね、こういった感じでございます。今湿度はですね、実際これ 80% もないけど、もうこんな感じ、もうサラッサラ。これほら、もうこんな風に乾いちゃってるの、ソイルが。で、こんな環境で俺ね、成長っていうかですね、生育させておりますけれども、もうずっとこんな調子ですけれども、今のところですね、特にこれといった問題はありません。ねえ、ちゃちゃ。なに？え、か、うん、かわいいっしょ、うちの猫。いや、まあね。はい、誘いの方に戻りまして。で、これといって変わりはなくてですね、まあ、生育の方は順調でございます。特に話すこともないんで、まあ、誘いの方はですね、こんな感じでちょっと終わりたいと思います。あまりにもちょっとですね、変化という変化がですね、ありませんね、本当に。まだ、あ、脱皮の前兆が見えたとか、脱皮しそうとかっていうならまだしも、そんなことも一切ありませんので、まあ、この辺で終わりたいと思います。また質問とかですね、リクエストなんかあれば動画のコメント欄の方へお願いいたします。